ヤニック・ダルマスは、フランス・バール県ル・ボーセ出身の元レーシングドライバー。若手有望株として期待されており、同じく、フランス人だったジャン・アレジ、エリック・ベルナール、エリック・コマスと共に、フランスの ABCD と言われていた。1984年に、フォーミュラルノーチャンピオン、1986年に、フランス F3 チャンピオンに輝いた後、 1987年の国際 F3000 選手権へと順調にステップアップ。第2戦のバレルンガで F3000 での初ポールポジション、第4戦のポーで初優勝を挙げるなど早々に好成績を出し、同年の F1 第14戦メキシコグランプリで母国のラルースから声がかかり、F1 へとステップアップ。F1 デビュー戦の成績は予選23位。 決勝9位完走であった。1988年もラルースから F1 継続参戦となるが、ローラ LC88 は、非力なノンターボエンジン搭載であり、シャシーの戦闘力も低く、引出た成績は残せなかった。1989年になると、ランボルギーニ V12 エンジン搭載のローラ LC89 が、実戦投入されたが、ダルマスが、 スランプに陥り予選不通過が続いたことから、ラルースは、ダルマスを休養させて、エリック・ベルナールやミケーレ・アルボレートを代役出走させることを決定。ラルースチームのシートを失った。その後、母国フランスの小規模チーム AGS に加入し、F1 に復帰するも、1990年シーズンを、もって AGS との契約が終了。 スポーツカー世界選手権に参戦する、プジョーワークスに移籍し1992年のレマン24時間レースで優勝。同年は、プジョー905を借り、デレック・ワーウィクラと共に、スウィックのシリーズチャンピオンに輝いた。1994年に、フルスノ・ラルースから F1 に復帰、第12戦イタリアグランプリと、第13戦ポルトガルグランプリに出走している。 このポルトガル GP が最後の F1 参戦となった。F1 を離れてからはスポーツカーレースに専念し、ルマン24時間レースでは前述の1992年だけでなく、1994年、1995年、1999年と4度の総合優勝を果たしている。なお、1995年優勝時のチームメイトに、 関谷正則がいる。レーシングドライバーを引退後、2012年からは FIA 世界耐久選手権のスチュワードを務めている。2014年からはフランスの GT ツアーのレースアドバイザーも兼任する。2016年6月に行われたルマン24時間耐久レースにおいてセーフティカーを運転していた。雨天に左右されたこのレース中、豪雨で 赤旗中断の際に、セーフティーカーで、ドリフト走行を行った。スポーツカー世界選手権 BPRGT、FIAGT ルマン24時間レース世界、ツーリングカーカップフランススーパーツーリング選手権、ドイツツーリングカー選手権、国際ツーリングカー選手権 F1 シートに復帰。ルローのアルボレート F1 グランプリ1989年。 西ドイツ g p 二2 8ページ3回道、ドライバーズニードツービーアンアドボケートオブ、A ハイスタンダード。イニ F1F1 パルス2012年10月8日、ヤニックドールムス ET ピアデュードーネナムズ、レースアドバイザーポワー2014、GT ツアー2014年3月10日気になる二人の気になる会話、鈴木アグリ VS、片山うきょうレーシング。 オンナンバー千九1 9 8 7年11月号104ページ部集、処防1987年11月1日、発行号。ありがとうございます。